い、回りました。はい、じゃああれですね、オープニングしなくちゃ。せーの、美容の美ウェブラジオ。ありがとうございます。はい、大ビヨンズシーズニングスの里吉歌乃です。今日はですね、バースデーイベント会場からお届けしてまいりたいと思います。はい、皆さん、たくさんのエピソード本当にありがとうございます。はい、本当にたくさん送ってくださったということをお聞きしましてですね、非常にワクワクしております。ということで、早速いきましょう。今回募集したエピソードはこちら。1、里吉歌乃にハマった瞬間。2、里吉歌乃にチャレンジしてほしいこと。3、歌乃ちゃんの誕生日だけど私たちも祝ってほしいの3本立てで参ります。さあ、じゃあ1個目、いいですか？1個目いきましょうか。ね、どうぞ。どんどん。いっぱいある。はい。こちら、ペンネームか。ラジオネームにします？いいじゃん。じゃあ、ラジオネームね。ラジオネーム、バンブーさん。歌乃ちゃんがビヨンズになった瞬間です。すごい。加入当初、特技のダンスを披露されていた機会が多かったですよね。その時に腕をぶん回すダンスに人生で初めて出会い、彼女は人間なのかと衝撃を受けました。人間です。そうですね。そうですね。特技を持って入ってきたんですよ。オーディオリションっていうね。ピアノだったり、バレエだったり、ダンスだったり、感があるわけでございますが、すごい緊張したのが、もう、ビヨンズに決まってるメンバー9人の前で特技を披露しないといけないとかいう言い方はあるんだけど、そう、披露してくださいねっていう、そう、初顔合わせですよ。初対面でさ、急に腕ぶん回せてびっくりしたと思うんですよ、私は。そう、でも、まあ、私の特技っていうか、覚えてもらいやすいダンスだなっていうふうに。まあ、そうですね。ストリートダンスとかをこうしょっちゅう目にする機会がないと、あんまりお目にかからないジャンルだと思うんですよ、ワックダンスって。だから、そう覚えてもらえたらいいなっていうふうに思って、アンジュルムさんの七転び八起きを踊りました。オリジナルで、そうそう。そこからね、オリジナルダンスの、こうね、あれが始まったわけですよ。ね、ね、とか言って。見た方います？よかった、よかった。嬉しい。ね、あの動画、YouTube にそう上がってるんですけど、本当にみんなすごくて、最後にやったかな？多分、年齢順にやった気がするけど、ちょっと、わかんないです。まあ、トップバッターではなかったんですけど、だからやっぱりこう、二人がね、かっこいい特技を見た後にやったので、すごい緊張して、だからもう、髪もくくって、裸足になってちょっと気合い入れてやろうと思って、はい、やりましたね。なので、それを見て好きになってくださったということで、すごくもう嬉しいです。なんか特技を持ってね、加入してよかったな、っていうふうに思いますね。じゃあ次。じゃん。おう、ラジオネーム、ウヨシのアリサさん。ありがとうございます。シーズニングスの名前が決まった動画です。私服がめちゃ好みなのと、二つくくりが似合ってて可愛いってなりました。あの動画のゆるっとした雰囲気が大好きです。おー、ありがとうございます。シーズニングスの名前だから、去年の1月とかですかね？確か。こちらは、これ、YouTube に上がった時、なんかびっくりっていうか、ちょっとドキドキしませんでした？皆さん。なんかね、お姉さん組のさ、お知らせ動画、出てさ、するよね、すると思って、そう、みんな安心して、いい話だよって思いながら、そう、見守っていましたね、YouTube に上がるのを。そう、で、あの動画、私、なんかお仕事が全部終わった後に、コメント撮りしますって言われて、何だったかな？シングルかなんかのコメント撮りしますって言われて、3人で？と思って、ちょっと、何人で？と思って、ちょっとわかっ、いや、なんでもないですって思いながら、そう言ったんです。だから、まあ、なんだろうな、まあ、全く考えてなかったって言われたら、まあ、大人なので、っては思うんですけど、でも、もちろんね、名前が何になるかとかもわかんなかったし、名前じゃないかもしれないじゃないですか、3人でなんか、
イベントに出ますとか、なんかそういう可能性もあったから、でもなんか3人で嬉しいお知らせがあるんじゃないかなってワクワクして行ったので、はい、最上級で嬉しいお知らせで、私たちもとっても嬉しかったですし、そう早く皆さんにしてほしいなって思いながら撮ってました。すごいね、素の感じで撮っちゃって、お仕事終わりで本当にすいませんでした。はい、続きまして。ラジオネーム、何とは言わないけど、タケノコ派さん。私最近キノコ派なんですよね。ウータンにハマった瞬間は、加入が決まり、初めてメンバーの前でパフォーマンスした時の映像を、ほう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 、笑顔から音楽かかった瞬間に表情がすっと変わって、想像をはるかに超えるパフォーマンスをしていたのを見て一発でした。これもあれですね、七転び八起きじゃないですか？そうですよね、きっとね。あ、嬉しい、嬉しいな。でもなんか、なんで、こう、自分でオリジナルのダンスにしようと思ったかっていうと、まあ、もちろん、私、ダンスが踊れるっていうのも特技としてあげてましたけど、その振り付けが作れるっていうのは、結構自分の中では、頑張ってきたことの一つだなっていうふうに思っていて、なんかこう、得意だって言えることが一つだったんですよ。で、それを見てもらえたらいいなっていうのと、やっぱり、こう、まあ、出てる曲って、もうすでに振り付けがあるじゃないですか。振り付け師さんがつけたすごいかっこいい振りがあると思うんですけど、だから、なんかそれをオリジナルダンスで見せるっていう方法を取るメンバーさんってあんまりいなかったんじゃないかなっていう私の記憶があって、その当時はね、そうそうそう。2018年とかまでの時点ではそんなに多くなかったんじゃないかなって思ってるんですけど、そうだから、なんかそういう意味で印象に残ったらいいなというふうに思って、オーディションの時からいろんな曲で、やってたんですよ。即興ダンスもしたし、意地悪しないで抱きしめてよって振り付け作ってお見せしたこともあったし、なんかそういうふうに、なんか、あまり、こう、他の人がやってないことやりたいなって思いながら受けてました。おちょっと、喋りすぎたかなさあ、オープニング、ビオナビウェブラジオはい、2022年9月21日です。ここはランドマークホールです。はい、ここは、バースデーイベントの会場からお届けしてまいりたいと思います。今回はですね、3つのエピソードを募集いたしました。皆さん本当にありがとうございます。めちゃくちゃたくさん来てるんですって。なんかね、すごいいっぱい入ってる。嬉しい。さあ、ということで、今回募集したエピソードはこちら。1. 里吉歌のにハマった瞬間。2. 里吉歌のにチャレンジしてほしいこと。3. 歌のちゃんの誕生日だけど、私たちも祝ってほしい。はい。さあ、ね、面白い。なんかさ、すごい、私だったら考えつかないトークテーマだなと思って、すごい新鮮な気持ちですごい楽しそうだなって。まあ、1個目も楽しかったんですけど、2.ということで、弾いていきたいと思います。サクサク弾かないと、私。よいしょ、いっぱい喋っちゃうから。さあ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと。離席してもいいですか？離席します。失礼します。はい、何の時間よってね、後ろ姿、すみません。ちょっと、むせちゃった、さっきので。もう喉バブだから。じゃあ行きまーす。ラジオネーム、ニコさん。学校の友達と修学旅行の前泊をしたそ、今日ダメ、もう。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。なんででしょうね。お弁当かな。はい。じゃあ、ごめんなさいね、ニコさん。読みます。
学校の友達と修学旅行の前泊をした時に英雄ワラックショパン先輩を見せてもらい、この子可愛いと思い気に入り始めたのがきっかけです。その後いろいろ調べていくうちにオーディションの映像を見て感動してウータンを応援しようと思いました。ありがとうございます。嬉しい。英雄ワラックショパン先輩からの人は結構多いなっていう印象です。なんかグローバルに多いなって思ってます。なんかね、コメント欄とか見ててもそうですけど、やっぱり、まあ、耳馴染みのあるメロディーじゃないですか。そうそうそう、だからそれがそういう曲をねいただけたのはすごく嬉しいなっていうふうに思いますね。よかった。めっちゃ頑張って挑んだんですよ、 MV 撮影。そうそう、いろいろ準備してね。そうだからそういうふうに見つけてもらえて嬉しいです。はい、ありがとうございます。ラジオネームうさびおさん、ありがとうございます。まだビヨンドのファンではなかった時に最初に買ったメガネの男の子のトレカがウータンだった。 This is 運命って書いてあります。ほんと、あ、意外ですね。なんかそういうのってあるあるですか。なんかこうランダムものとかで引いた子を押そうみたいなのってあるあるです。あ、でも意外とあるか。意外とあるのかな、なんかなさそうだね。いいか。まあでもそうだよね。ランダムものってね、推しが出ますようにってやるものだけど、でもそういうフラットな気持ちで楽しむ方法もあるんだなと思って、すごい嬉しいですね。なんかね、まだまだあのバグちゃんだった頃のトレカなんですけれど、まだお家にあるのかな。嬉しいな。これからもずっとね、好きでいてくれたらいいですけど。でね、嫌いになっちゃった。あ、あれか。嫌いになっちゃったらあれだ。わかるよねーだ。ねえ。わかるよねーだよ。ダメだ。はい。ということで、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームひなぴさん。2019年6月のモーニング娘。ワンナインさんの日本武道館公演のオープニングアクトで、ビヨンズが文化祭実行委員長の恋を披露していました。ビヨンズのことはもうすぐメジャーデビューする子たちくらいの認識だったのですが、当日声が出なかった高瀬くるみちゃんの代わりに最初の登場している歌のちゃんの姿を見て、この子こせらっとときめいたのが始まりです。なんか意外ですね。オープニングアクトでっていうのはよく聞くんですけれども、文化祭新規、ありがとうございます。なかなかコアだなってちょっと思いましたね。私、メガネの男の子と文化祭は、あんまりっていうか、パートが、そう、全員パートを歌ってるんですけど、羽生前の2曲なので、なんかどんどんで見つけてもらえるのは嬉しいなっていうふうに思いますし、結構ビヨンズはね、みんなのピンチをこう、支え合いながら、そう、誰でも、その誰かのパートをきちんと大事にできるようにそうやっている部分があるので、そういうのを見てもらえるのはすごく嬉しいなっていうふうに思います。ありがとうございます。さあ次、ラジオネームピロリキンさんからです。なんかお腹痛くなりそう。何かでビヨンズを見かけた時に真っ先にウータンのお顔の可愛さに目が行きました。ビヨンズは沼の予感しかしなかったので、これまで頑張って目をそらしてきましたが、うっかりショパン先輩の MV を見てしまい、改めて撮影する旦那さんの可愛さを再認識し、今に至ります。うっかりって何？うっかりって何？目をそらしてきましたって何？覚えちゃうよ。ねえ、でも嬉しいですね。やっぱショパン先輩。ねえ、まあでも、そうですね。割とこう、正統派な曲？ビヨンズの中で正統派な曲がショパンっていうのもちょっとなんか、どうなんでしょうって感じですけど。まあでも、こう、ショパン先輩は、一曲の中にいろんな要素があるじゃないですか。セリフもあるし、なんかフォーメーション難しいのもあるし、ダンス揃えたりとかもしてるし、もちろんメロディーも素敵だし。ね、そういうのが何か刺さっててたらいいなって思いながらやってるので嬉しいです。ありがとうございます。さて、続きまして、ラジオネーム、さこねこちゃんさん、ありがとうございます。にゃんにゃんちゃん。デビューの時から好きでしたが、おもちくんの誕生日を祝うケーキを作っている動画が可愛すぎてハマりました。珍しくない？ねえ、理科のいちご飴ぐらい珍しくない？そうやんね。ねえ、もうなんかあのホームビデオみたいな見てくださってありがとうございます。ご存知ですか？そうそう。
去年ですね、ももちくんの6歳の誕生日をケーキを作ったんですけど、それをね、同じサブチャンネルであげたんですよ。で、久しぶりに動画編集とかして、そういろいろね、やったんですけれど、まあね、拙い動画ではございましたが、好評で嬉しいです。終わっちゃった次次行こういいなって思います。なんか本当に美味しいもの食べてください。ラジオやってまいりましたが、やっぱ おしゃべりするの好きだなっていうふうに思いますね。皆さんも聞いてくださって、拍手してくださってありがとうございました。じゃあ締めようかな。さあ、ということで以上ビオナミウェブラジオでした。また次回も見てください。